はい、どうもこんばんは、する木でございます。ちょっと外の音がすごいけど、で今日ね、今一眼、久しぶりに一眼で撮ってます。久しぶりで、この間もライブでやったけど、でマイクをね今日持ってくるの忘れちゃって、っていうか撮るつもりなかったんで急遽これ撮ってるんですけど、今日何するのかっていうと外の人がすげえな。ここ、実家なんですよ。ライブでやってます、大阪サテライト、なんですけど、の、寝る部屋です、僕らが。僕が育った子供部屋です。で、この子供部屋ね、エアコンがね、実はここついてるんですけど、あのね、壊れたらしいんですよ。なんか、室内機の方は電源入って動き出すんだけど、室外機のファンが全く回らないらしく、壊れてるそうです。っていうんで、ただ修理って言ってもねっていうのもあるのと、これ買い替えるっていうのも、もうここの部屋は正直使ってないんですよ。僕らが泊まりに来た時に使うっていうぐらいなんで、1年に1回か2回使うだけなんで、そのためにエアコンを買うのはねっていうのがあったんで、ちょっと見に行ってみた結果、こいつを買うてまいりました。なんだこれ、なんて言うんだ、窓用エアコン、窓用エアコンですね。窓にはめて使うエアコン。まあ多分ね、いろんなご家庭の方も使ってらっしゃると思うんで、これ動画にするまでもないかなと思いながらも、とりあえず大きな作業だったんで撮っとこうと思って、撮ります。なので今回は別にこれの、なんだろう、レビューとかどううんぬんじゃなくて、ルームエアコンをつけるのがどんなもんかっていうのを記録として残したいと思います。一応今回買った、エアコンがですね、こちらです。ちょっともう今日雑い取り方になってると申し訳ないんだけど、はい、これです。コロナの CWF1624R かなっていう機種になります。まあこれを選んだのは、見に行ったら3種類あったんですよ。小泉製でコロナ製が2つ、あ、4つぐらいあったかな。で出てたのがコロナ製2つと小泉製が1個っていう形で、でこれがね、ここにも書いてある10年交換不要フィルター搭載っていうことなんで、手入れがね、非常に楽だということがあったんで、こいつに決定いたしました。まあ、この辺はね、細かいところは全然調べてもないので、すっ飛ばします。とにかく、つけていきます。はい、ということでね、一応ね、説明書を見る限り、まあね、実はね、これを買うかな。ピントが外れていた。ここに来る前にもエアコンがね、壊れてるよっていう話があったんで、まあ暑さ対策どうにかしないといけないなっていうんで、実はちょっと調べてました。で、ルームエアコンの付け方をこうご紹介されてる YouTube のね、動画とかもいろいろ見せていただきました。ありがとうございます。見る限りめちゃくちゃ簡単です。めちゃくちゃ簡単。どうなってるのかっていうと、窓ね、外の窓枠にこいつを、この枠をね、取り付けます。この枠を取り付けたら、ここにさっきのエアコン本体をガチャンってはめて、キュッキュッって締めるだけ。以上。超簡単。で、そいつがどうなってんのかっていうと、一応窓の大きさで調整できるために、ここにレールがついてます。これがビヨンビヨンって伸び。で、伸びると同時に、伸びたらここ開いちゃうから、開く分を、ここの蛇腹みたいなやつ、ゴムの蛇腹で、外からの外気を封じます。で、さらに、窓をね、こんだけもう開けなきゃいけないんで、開けた時にここに隙間ができちゃうのを防ぐためのビロビロがついてます。で、これを窓に沿ってカットする。基本的には以上です。やっていこうか。ほんで、またこれがね、時間との勝負なんですよ。電気つけてなかったね。真っ暗。現在ね、夕方5時です。なので、だんだん暗くなってくるんで、急がないといけない。説明書通りいきますよ。さあ、ということで、付属品はさっきの、枠ね。枠と、袋の中に補助金具みたいなやつが2本。秩父品だな。隙間埋めみたいな、細いテープ。と、またさっきのゴムパッキンみたいな、ベロベロの分。と、これもなんか、取り付け用の金具。と、パテみたいな粘土ですね。で、ネジが複数個ついております。壁止め用のネジみたいなやつと、多分こっちは予備かな。手回し用のネジの予備っぽいのが入ってました。はい。じゃあこれを使ってやっていきますよと。難しいね。超簡単。難しいね。はい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 。これですね。取り付けができる窓の説明が書いてあります。こういう感じ。うん。
立ち上がり高さ10ミリ以上かつ幅7ミリ未満の場合ということでございます。だからよいしょ、ここね、ここね、窓ですけど、ここが10ミリ以上、ここが7ミリ未満のものであれば取り付け可能ですよということです。ここ汚ねえなやべ、鼻水がやべえ、なんだ俺。それにさっきのこのでっかいやつを挟み込んで、止めるという感じですね。まずはさっきの立ち上がり高さ10ミリ以上かつ幅7ミリ未満の場合は補助金具なしでつけれますよと。それに該当しない場合は補助金具をつけないといけないと。だけどうちのは多分じゃない余裕で超えてますので、そのまま補助金具なしで取り付けられます。補助金具なしで取り付ける場合はん、どっか行くんだ、据え付け手順 B から行けと。これですね、わかりづらいね。あのね、これのね、説明の順番がね、非常にわかりづらい。なんだろうな、説明書の書き方としても、いきなり文句なんだけど、いきなり文句なんだけど、まず、こういう、こうね、B のところ行ってくれと。で、次にね、C のところ行ってくれっていうのがあるんですけど、B のところじゃ何すんのっていうね、大まかな、なんだろうな、全体像が見えてないから、細かいところからいきなりここを外してくれって言ってるから、そこは何のために外すのか全く見えない説明書になってます。本当にごめんなさいね。いきなり苦言で。いきなりね、アコーディオンパネルを外すって書いてあるんですよ。でも B の場合、B のところが、据え付け窓の窓高さが低い場合って書いてあるんですね。多分、低くないんですよね、別に。うん、全然ほぼちょうどなんで、多分する必要がないんだと思う。ってなると、そこはいらないよと。で、窓の高さに合わせて作業する。ちょっと待って、どうしようかな。取りづれんだ、これ。ちなみに窓のね、ここにつけようと思ってます、ここに。うん。なので、逆側ですね。で、小窓シール15。小窓シールというのは、これか。そうだね。この、隙間埋めみたいなテープです。これを、違う、いらない。これは低い場合だ。窓の高さがこいつのギリギリみたいな場合にはこれつけてねって書いてる。だから、わかんないですよ。全体的にこういうことをしますよ。だからこれ測ってくださいねって書き方だったらわかるんだけど、いきなりこの場合、この場合、この場合みたいな。わかりづらいよ。アコーディオンパネルを切れって書いてんだよね。切らなくていいんじゃないの？そのまま行ってみよう。ちょ、うぜ、これやめようやってらんねえ。よいしょ、わかったわかった。もう順番に見ろってね、私がね、散々文句言いましたけど、順番に見れば一応取り付け枠の付け方が最初に書いてあるんですよ。取り付け手順、据え付け手順か。で、据え付け手順に手続きがあって、その後ろ側に、何々の場合っていうのがブラッと書いてあるというような作りになっております。コロナさん失礼いたしました。じゃあまあつけていくんだけど、まあ、だから簡単ですね。言ってた通り、もうこれを別にどうこうしろとはまず書いてなくて、小川パッキン、あ、だから逆だな、こいつだけ逆だ、抜けるから抜いて逆にはめればいいわ。パッキンのことが書いてないよ、また。あ、わかりづらい、やっぱりわかりづらい。これ先にやんないとダメだよね。やっぱりわかりづらい。あった。迷ったら裏を見れば書いてる。うん。で、私の場合、これが、こいつがもともと左側につける前提でパッキンがついてます。なので、右につけるんで、パッキン類を逆にします。なので、右についている、このベラベラのパッキンを抜きます。抜きます。で、こいつも抜きます。で、反対にはめていきます。はめるんだけど、どこだい？これですね、やっと来た。窓ストッパーというものをつけますと、こいつね、このちょっと変に曲がったやつを、取り付け金具の下のところのこっち側に、要は戸が来た時にギュッてできるように、バネみたいな、バネの役割をするようなものを取り付けます。で、ここはネジが、合間空いてるやつ、こうやってスライドするようになってました。で、このスライドしたときに、ここの戸側パッキンの穴に通せと。こういう感じ。よし、取りました。よし、OK。
OK。そしたら、タンス付け手順に戻って、こいつをはめていきます。この上側についてる横、上の縦の横についてるナットを緩めると縦に伸びると。で、本当はこの蛇腹をいい感じに切ってねって書いてあるんだけど、別に切る必要がないと思うので、このままいきます。で、あとはこれを枠にはめて、これをキュッて上に上げて、閉じてあげて、サッシのところにはまってるネジもギュッと締めてあげて、固定するという感じだね。はい、でいいです。向きも合ってる。OK。で、パッキンは？パッキンはどのように行けばいいのかな？外パッキン。だからね、そう、見たでしょ、今。据え付けがすごく共通のことしか書いてないの。で、共通のところでちょっと違うことになった時には裏見に行かなきゃいけないっていう、非常に作る側からしたらすげえ簡単。うん。だけど読む側からしたらすげえめんどくさい。しかもこれ片手でやってっからね。やってる中で見るのにまたこっちの手でこうやらなきゃいけないじゃん。怒ってないの。怒ってないけど。怒ってないけど。これはちょっとどうにかした方がいいと思う。うん。まあ確かにね、バーっと書いてって右側の時はこう、左側の時はこうみたいな書き方も難しいんだけど、絶対その方が分かりやすい。この説明書はね、ちょっと改善した方がいいと思う。パッキンがどういう風になってたら正解かが書いてないんだけど、これは分かりづらいぜ。まあでも外向きにね、ついてるから、このまま外向きにはめちゃえばいいんだろうけど、で窓側は多分ね、開け閉めすりゃこれ触れるからいいんだろうね。じゃあちょっとつけていこう。よし。ということで、はまりました。こういう感じですね。ここの、こいつを緩めてあげて、そうすることで、こいつ、ここが伸び縮みするんで、上に上げて、こいつとこいつを締めてあげると。で、さらに、下のところは、これ一本だけ、締めるだけ。横から見るとこんな感じなんだけど、多分ここをサッシに合わせて、このレールに合わせて、多分切ることになるんだと思います。ああ最近ちょっとこういう熱い系の動画が続きますな。つうことなんで、これは取り付け補助金具なんでいらないっす。今回ハマったので。これがついたので、そうすると標準の取り付け手順の3番目、エアコンを取り付けるということなんで、もこいつを取り付けていきますと。行きましょう。ほんで、ちょっとしっかりとね、ここは読んでいきたいと思いますが。そんなに、これは全然難しくないっす。まあそう言いながらね、この取り付け自体がね、すげえ簡単だって言っときながら、こんだけ時間かかってますからね。説明がむずいな。こうしようか。ちょっと汚い部屋で申し訳ないんだけど、これが外側なんですけど、ここにストッパーがついてるんで、こいつの下側はちょっとしんどいからやんないけど、下側を、取り付け金具にガチャンとはめて、上をガンと押してやれば、ここのストッパーにガチャンってはまるというだけみたいです。じゃあ、つけていこう。で、コンセントがちょっと後ろ目から出てるんだけど、コンセントはそのままでいいのかな。すごいな、ほら、こういうところが不親切。コンセントがついてるんだけど、コンセントをどのように取り回せばいいかが、その取り付けの時に書いてないのよ。俺じゃ迷うじゃん、ここで。もう今回ね、申し訳ない。コロンさん、本当に申し訳ない。これね、改善した方がいいと思う。説明書が非常に分かりづらい。あれってなるの。手順を見てった時にあれってなっちゃいけないよね。あれってなるのよ。あ、でも当然コンセントは内側に来るからいいんだ。うん。だからとりあえずやってみなさいっていうね。とりあえずやってみなさいっていうこの感じがね、ちょっと私許せない。よいしょ。よっしょ。これの、どこだ？後ろの。ほらね、わからんって。ほら、わからんって。重いのにさ、裏側見れるわけないじゃん。で、説明書には、はい、説明書にはこんな風になってますと。ね、下のところこうなってるから、そこに引っ掛けてねって書いてあるんだけど、後ろなんて見れないのよ、これ重たいから。じゃあ、どこに引っ掛けんのっていうのがね、わからん。取り付け枠の凸部へはめ込む。だから、凸部が見えないんだって。無理だろ、そんなもん。どうなってんの？どこ？本当にわからんの？突部って何？あった。嘘でしょ？まあまあいいのか。要は下の、
デコボコしてるから、そこの引っ込んだところに取り付け窓のデコってしたとこが入り込んでるのを確認してるってことだ。で、突き当たりまで入れてると。入った。よし。入った。あ、大丈夫大丈夫。入った。入りました。で、電源もちゃんと当たらないようにはなってるけど、底部がわかんないから、はめ方によってはこう変なはめ方をしようと、どつれてよ、変なはめ方をしようとするとケーブルを傷つける可能性があるので気をつけてください。で、そういうのが書いてない。コーナーさん熱い。で、できたらクーラー固定ネジで、こいつはプラスの頭もついてますけど手回しで回せます。よいしょ、よし、ついた。熱い、つきました。で、あとはこいつ、この長いね、ビロビロがついてるんですけど、これが窓を閉めた時に、ここはパッキンで、戸側のパッキンでね閉まるんだけど、こっち側の隙間が空くから虫入るよねっていうんで、そこを閉じてくれるパッキンです。これは単純に両面テープがついてるので、それを隙間に合わせてペッて貼るだけ。そしたらこのちょっとね、こうギザッとなってるんですけどね、このこれで隙間が埋めてくれるっていうもんですね。これ全然後でいい。熱い。とりあえずこれで、つけますね。これでつくはずなので、他に外しとけってもんはないよね。これ外しとかないと破損するようはないよね。ないと思う。よし、行こう。そしたら電源を試します。オン。電源入りました。で、コンセント挿したら、まずは運転してみようか。自動運転。じゃあ取り付け終わったんで、このまま自動運転やってみましょう。今もう入れました。まあまあ音は鳴るよね。熱い。フィルターない。あ、これか。あ、ちょっと待って。電子。これつけた忘れた。10年間、交換不要フィルター。そう、これのために私買ったんですよ。これをつけるのは真ん中を開けます。あ、なるほど、こう開くんだ。開いた、取れた。開けて、ここのフィルターも外します。あ、これ簡単だね。右側に取っ手がついてるんで、もう分かりやすいです。これ、あ、取っ手ついてるここなんだなっていうのが分かればもう外せるようになってるから、これは正しい。アップルのアップルイズムを感じるね。見ればわかる。やってみっていう。で、これが10年フィルター。10年フィルターは、これか。これもすぐわかるね。外して、ここにはめ込む。そのまま、はめてやってみると。よし。やりました。で、こいつをはめてあげて、で、こっちも、音の届き、はめるだけ。よいしょ。なら、こいつをつけて、合わすんでしょ。背面か。背面？もう無理じゃん。じゃないの。もう、出た出た。はい、これ取り扱い説明書です。取り付けの説明書、手順の方には、さっき言ったみたいに電源のこと一切触れてないです。一切触れてない。もしかしたらちっちゃいところにね、書いてるかもしれないんだけど、いや、でも多分ないと思う。電源のことは何も書いてないんだが、取扱説明書に来た途端に、場所の説明がね、書いてあるんですけど、外側のど真ん中あたりに、アースネジがありますよって書いてある。バカやろ。つけらんねえよ、そんなのさ。一回とかだったらつけれるけどさ。2階とかで無理でしょうよ。ふざけんだって。ちょっとね、今日言葉が過ぎますが、ご勘弁を。ちゃんとね、全部読んでからやりましょうっていう話ではあるんだけどね。あとは大丈夫そうかな。またね、多分出てくると思うんだけど。ルーバーを開けます。あれ開けんの？オンにしてみよう。ルーバーって自動で動くもんじゃないの？え？開くんだって。嘘。え、無理だって。超硬いもん。あ、開いた。
嘘だ。手動でした。で、しかも、なんだろうな。普通さ、こう、ルーバーがあってね、ここに隙間が空いてるんですよ。枠があって、枠との隙間がこう空いてるのね。そうすると、こう開くと思うじゃないですか。こう開くんだって。やべえ、ちょっと面白くなってきた。コロナさん、ちょっと面白くなってきたぞ。なんだこの謎解き要素、たっぷりの。まず、エアコンは。いろんな謎解きがあります。説明書の中に、途中まで書いてあって、絶対引っかかる箇所が出てくるんですよ。そうすると、説明書の中から探さなきゃいけないんだけど、探したところでかすってるとこばっかりになる。で、ズバリっていうところがなかなか出てこなくて、で、やっていくうちに出てくる。あ、そうか、こういうことかっていう。作業者を成長させるルーム映画です。いらんわ。いらんわ、その、今日のこの動画のサムネ決まったじゃん。成長させるルームエアコン。ということなんで、一応、できました。で、今、自動運転にしましたけども、うん、涼しい。めっさ涼しい。やっとできた。まだね、パッキンのところの処理とか、もうちょっとやんないところでダメなんで。で、パッキンの処理も、まあ、説明書にある程度しか書いてないから、大体見たらわかるよね、みたいな感じになっているんで、結構ね、上級者向きというか、こういうのに慣れた人じゃないと、あれってなると思う。でもね、リモコンね、ちょっとかっこいいのよ。なんだろうな、このちょっとかっこよさ。さっきも言ったように、ルーバーを、こう、開けたり閉めたりしなきゃいけないから、リモコン使わないと思う。ここで自動押せるんだもん。で、好みの温度とかね、運転方法とかに変えて運転するときはこう使うんですよ。ここに操作パネルないから。自動運転の入り切りのボタンしかない。本体側は。っていう感じになってます。はい、ということで、一応読んだ限りはこんなところです。ということで、取り付けに関しては以上です。多分総合で1時間ちょっとぐらいかな。あんだけ悩んで1時間ちょっとぐらいで着きますんで。まあ、スッと分かれば3、40分で着くのかなと思います。はい、ということでエンディングでございますけれども、今日はもう照明がね、ひどい。上からすごいのしかついてないから。もうね、実家なんでね、その撮影環境も偉いことになってますけれども、今回の動画は以上でございます。ルームエアコンを実家に取り付けてみたというお話でした。これで今日は非常に爽やかに眠ることができるでしょう。よかった。これで弟も泊まりに来れます。以上です。それでは、じゃあ疲れた。世界。